全体として難かったな今回は。イギリス人女性の新しい人やっぱ聞きづらいですね。とても特徴的な方でしたね。それっぽいものが付け足されていればいるほどそれが正しく見えてしまう。では始まりました、モテチャンネル。さあ、受けてきました。第276回トイック公開テストになりますね。9月12日午前になりますね。全体として難かったな今回は。なんていうかね、難しい知識の問題はなかったです。ただ、情報処理がむずい。質問わかんなかったな。はい、じゃあまあ、どんな感じだったのか話していきますね。まあ、今回はですね、まあ、東京23区だったら有名な会場ですね。いろんな建物があるあそこです。で、そのうちの一つで初めてだったな、あの建物は行ったんですけど、まあ混んでましたね。受験の部屋に着く時にはもう集合時間過ぎてたね。9時55分になってましたね。まあ、外にね、こうぐわーっと長蛇の列ができちゃってる状況で、ここ嫌いなんですよ、私。こう曲がってそのぐにゃんって曲がるあの列で、はぁみたいな、なんでここ曲がんなきゃいけないんだみたいなね。で、まあ検温消毒検温消毒エレベーターとすごい待たなきゃいけないから、その入るのに制限がかかってたっていう状況ですね。で、まあ当然エレベーターは密になっちゃうし、列も密になっちゃうっていう感じ。まあもはや守れないんだなっていうのはよくわかります。で、会場行って、1人掛け2人掛け1人掛け2人掛けってなってるやつで、まあ僕のことですから運が悪いから 100% 2人掛けになるんで、ああまた2人掛けだと思いながらですね、隣が休みだったらいいなと思うけど、まあ休みなわけもなく2人掛けの席に行くんですが、初めてでしたね。二人掛けの席って、内側から手も入れることって多いんですよ。まあ昔はね、三人掛けの時にこう、すいませんっつって真ん中に入っていくことよくありましたけど、超久しぶりに二人掛けで、片側からしか入れないからすいませんっつって後ろ通んなきゃいけなかった。で、なんでかって言ったらですね、部屋の柱の横だったんですよ、机が。普通に他の机は全部スペースがあるのに、僕んとこだけ横が柱だから、壁側から入れないっていうね。なんだこの席はって思ってた。ね、試験中トイレ行きたいって言ったらこの人に迷惑かかるから嫌だなって思いながらね、始まりました。そしてこの横の方がですね、とっても特徴的な方でしたね。もしかしたら見てるかな、ピアノの練習とかしてたからね、カン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 さ、デスクでもうガンガンうるさいわってだったら受験のしおりも音読し始めちゃうしさ、もうマジかって思って、こう試験中音読されたら嫌だなって思いながらね、まあ、始まるわけですよ。あれも面白かったら携帯の電源切ってくださいみたいなのあるじゃないですか、電源の確認してくださいって。この人は大丈夫だったんですけど、鳴ったんですよ電話が、その後に。まあ試験前だったから良かったですけど、それが鳴って前の座ってた人が電源切ったよね。お前も切ってなかったんかいみたいなね。そういう状況あるんだなと思いましたけど、試験官の発言も面白かったな。言い間違えちゃっててね。で、水最近は飲んでいいので、夏の期間って大体マスクをしたまま水分補給をして試験を受けていただきますって言ってね。マスクをしたまま水分補給はできんだろうって思って、多分水分補給の時を除いてとかって言おうと思ってたんでしょうね。で、いざ試験が始まったらもうね、気になってしょうがない隣の方が、まあおばさまだったんですけども、すげえうるさいんだもん。リスニングでもう答えになったって、もう自信満々で、もう答えが出てきた時にシュワーッつって塗る。すごい大きな音を立ててね、塗るの。だから問題のレベルが本当によく分かった。塗らない時、ああ分かってないんだなって分かるわけですね。もう答え言ったのに今週まだ塗ってねっていうのが音で分かるっていうね。で、リーディングなんでも結局最後の方ダブルパッセージ、トリプルパッセージとか全然終わってなかった気がするな。やめって言われた後に空欄あったな。でも塗ってたな。やめって言われた後にも塗ってた。で、その試験官がさ、やってきてさ、あ、これ叱られんのかなって思ったら、問題用紙を閉じてくださいって言って、別に塗ったことに対しては何も言わなかったね。そんな試験会場でした。ちょっとかわいそうだったね。前の人も、上の換気扇かなんかがずっとゴーゴー言ってて、リスニング辛いだろうなって思いましたけどね。自分も換気扇ぐらいだったらなんとも集中できるので。じゃあ、それぞれの難易度。発表していきますね。まず最初はパート1ですね。写真描写は、まあ普通ですね。そんな難しい問題はなかったし、消去法で全然いけると思います。まあ引っ掛けの選択肢というか、間違いの選択肢にちょっと懐かしい表現が出てきましたね。難しい表現出ました。続いてパート2ですね。まあ、普通かな、もはや。遠回りな表現はありましたけど、できたかなと思いますね。一問、ってなりましたけどね。やっぱ消去法やんないとこれは無理だなって思ったのはありました。続いてパート3がね、結構難かった。やっぱレベル上がってて、イギリス人女性の新しい人やっぱ聞きづらいですね。え、あれってなったのがありましたね、1セット。ほんと隣の人も全然塗ってなかったから、もう次が始まりますみたいな時に、わーっつって急いでるんですが、やっぱ難かったんだなっていうのは分かりましたね。で、パート4が
同じくですね、その人が難かった。いや一セットで、ね、多分ねもう会場が凍りついてたと思います。難しすぎて、うわこれなんつってるか本当聞きづらいなと思って、で問題もむずいしやばっと思いながらね、ちょっと自信ないな。めくるやつだったのかな、こうバラってめくって、そうめくるから次の設問の先読みはできるみたいな感じだったんですけど、もう会場めくるのがマジで聞こえなかったから、あやっぱ超難かったんだなっていうのが分かりましたね。やっぱ分かんないで、グラフィックの問題も一個難かったで、多分大丈夫だと思うんだけど多くの人が引っかかっただろうなっていう問題が用意されてました。やっぱグラフィックの問題結構こう巧妙になってきてますね。でパート5は優しめだったと思いますね。今回難しい問題が一つもなかったな。でパート6は1も分かんなかったです。いやどれが本当に未だに分かりません。それが確か1セット目かなんかに来てたから、いやもうそこにめっちゃ時間かけた。試験を全部解き終わってからもまたそこに戻ってめっちゃ時間かけたけど、でも結局分かんなかったですね。いや文脈依存問題なんですけど、いや分からん。でパート7、いやむずいっすね。パート7もう本当に何が難しいかって、いや知らない単語は全くなかったです。なかったけどすっごい引っ掛けが難しい。ね、凝って作られてる。あ、まあ僕昨日早起きだったんで朝6時起きで仕事だったので、その分早く寝たんですね昨日。もうほんと眠くて、だから朝いつも朝ごはんとか食べていかないんですけど、今回は朝早起きしてご飯も食べていつもより頭が回る状況で行ったんですけど、選択肢の引っ掛けがすごくよく見えましたね。だから今回はいつもより、いつもはこれが正解だろうなーって、他はあー違うなーだけだったのに、今回は引っ掛けをすごい分析できたので、あーなるほどこういう引っ掛けか、あーこういう引っ掛けかっていうのがすごいよく分かった。でちょうど昨日読んでた英文のね意味が分かったんですよ。どういうことかっていうとですね、昨日読んだ英文に書いてあったのは、情報っていうのはそれっぽいものが付け足されていればいるほどそれが正しく見えてしまう。情報が付加されていない抽象的なものの方が正しくなりやすいのにっていう英文だったんですけど、あーまさにそうだなと思いました。抽象的にぼんやり書いてあるやつが正解だったのよ。正解なんだけど、引っ掛けのうまい選択肢がなんかこう別のところに書いてあるね、付加情報を書いてあるんですよ。でそこの付加情報のせいでこれが正解なんじゃないのっていう風に見えちゃうんですよ。ほんとよくわかった。それ何問もあったんで、あこうやって作ってんだなと思って、やっぱ心理学者がね問題制作に入ってるっていうのはよくわかりましたね。やらしい、引っかかるように作られてます。あこの情報書いてあったから、だから俺が正解かな。いやそこまでのことはわかんないです。書いてあることからもっとぼんやり言ってる、これが正解みたいなのが何問もあったんで、あこうやって作ってるんだっていうですね、初めて引っ掛けの作り方っていうのがねわかった。もちろんそういう風に作るっていうのはやってたし、自分で問題作る時も、でもそういう理論があるっていうのをね昨日初めて知ったんですよ。その理論に関しての英文読んだんで、いやこれはねトイックの教材作ってる人たちにとかね、教えてる人に目から鱗かもしれませんね。すごいためになりました。勉強になった。でやっぱり減らし合わせですね。トリプルパーステージとか簡単かなと思いきや、やっぱどこにあるんだ情報がってなっちゃうとマジで解けないっていう問題があったんで、やっぱ大事ですね、情報処理です。ほんと英語よりも情報処理っていうのがねすごい感じたことでした。はい、受けた皆さんどうだったでしょうか。ぜひコメントください。あ、フォームっていうのが複数ありますので、僕と全く同じ問題だったとは限りませんので、別の問題を受けている方もいらっしゃいますので、はい、それは知っておいてください。はい、そして6時からは、ライブやりますので、そちらも見てください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。今ベーシスの公式 LINE に登録してもらうと、登録してくれた方全員に偏差値30から偏差値60まで上がる勉強法のノウハウ集をプレゼントしてます。で TOEIC 700、800点ぐらいまでも十分対応しているノウハウ集になってます。でそこにね個別のメッセージを送ってもらうと、僕が直接アドバイスしていきます。普段の動画ではですねかなり毒舌かもしれないんですけど、 LINE では優しく丁寧に対応します。で特に偏差値もう30代とか40代で英語の成績が俺全然伸びないんだよ、私全然伸びないんだよっていう人とか、TOEIC でもう本当400点500点さえも取れない、でも700点800点取りたいっていう人とか、英検もう全然3級も取れないとか準2級取れないとか、まあ、そういうところでかなり悩んでる人ね、ぜひ相談ください。登録は QR コードもしくは概要欄の ID、 これで検索してもらうと出てきますので、それで登録よろしくお願いします。